広島3連戦、残念ながら負け越しになってしまいました。総括というと、やっぱり打線になるのかなという気がします。まあ、1戦目、西君が7点取られましたけども、そこで1点しか追いつけないという、まあ、諦めてはいないと思うけど、追いつけなかった。まあ、2戦目は伊藤君が、まあ、7回までナイスピッチングでゼロに抑えてくれたので、勝ちがついたというところと、ピッチャーはまあそれなりに、まあ、西君の7点以外は、まあまあ頑張ってるんで、やっぱり打線だと思うね、この3連戦も。今日なんかでも3連戦目は11残塁、10残塁くらいになってて、ヒットは出てる、フォアボールも取ってる。でもその1本が出ないために追加点取れない。まあそういうゲームになってるのかなっていう。まあヒットはちょこちょこ出るけども、次のバッターが続いてくれないっていうのが、この3連戦で目立ったとこかなって。予選西君が7点取られて、まあ、がっかりしたのかどうかわかんないけども、もうその7点で勝負あったのかなって。あとの出てきたピッチャーは、もう0点に抑えてるんで、やっぱり打つ方も1点でも2点でも追いつくような、試合にしてほしかったなって。やっぱりボールが高い。で、打たれてるボールは、全部変化はしてるんだけども、ストライクのストライク。というのを痛打されてるっていうのがちょっと目についた。まあ、フォークボール挟んで投げてるんだけども、まあ、落ちきれてない、抜けきれてない。まあ、鈴木君のホームランは、まあ、得意のシュートを投げたけども、まあ、巨人の岡本君みたいに、下から出るバッター、あれがファールにならないっていうのをもっと覚えないといけないか、そこに行っても切れない。あれはこう、下から来ないで、上から叩くんだバッターだと、あれがファールになるけども、下からこう拾われると、あれがホームランゾーンに行ってしまうっていう。まあちょっと高かったけども、打った鈴木君がすごかったんだけども、その後のツーアウト取ってからの連打を見ると、まあ挟んでもいるし、シュートも投げて、スライダーもかカットボールか分かんない、投げてんだけど、全部高いよね。そのためにまあ7連打されて、あ、連打じゃないけども、ヒットつながれて7点取られた。まあ最後の2打席回ってきた鈴木君のどこなんかでも、シュート打たれて、スライダーが高くいって、走者一掃を左中間に打たれた。まあそういうピッチングだったのかなっていう。やっぱり変化してるけども、ストライクのストライクのボールが多かった。んで、まあ、ボール気味のやつはベースの真ん中付近に行ってたっていうのが、まあ、2回の連打食らった一つかなっていう。ふうに見てました。その後出てきて、まあ4回まで投げたんだけども、その後はまあ抑えてるんだけど、その後のから出てきたピッチャーも、まあなんとか頑張って0点に抑えて、それ後は点数取られてないで粘って投げたのかな。本当に西君の2回の7点で勝負あったのかな。まあ、サンズもまあ全然打ってなかったんで、これはしょうがないか。まあ、そこにまたロハスを使わないといけないとね。まあ、外国人を変えるんであれば、外国人を入れる。まあ、糸井でもいいのかなと思っちゃうけどね、日本人としたら。それをまあ、2軍から上げてるんで、使わざるを得ない。まあ、初回というか、1回にヒットは打ったけども、盗塁でミスしたりしてたんだけど、このまあ、変えた時点では別に問題ないと思うね、打ってないし。ただ、その出る選手が、その出てる選手よりも、まあ、能力があるのかないのかは、なんとも言えないけど、まあ、ただ、バテて疲れているから、まあ、1回、2試合休まそうと思ったのかは、これはチームのあれなんでも、なんとも言えないけど、もう変わったヒットが、普通は優勝できるときは、その変わって出た選手は結構打ったりするんだけども、今回に関して言えば、まあ、あまり働かなかったっていうね。のはちょっと目についてるんだ。だいたい勝てるときは本当にたまに出ても、それがヒーローになったり、ヒット打ったりするケースがすごいあるん。まあ、今回に帰って言えば、まあ、ロハス、小野寺君、山本君、まあまあ、一本最後に打ったけども、まあ、変わって出たにもかかわらず、働いてなかったかなっていうのが、まあ、あるっていう感じやね。まあ、結局1試合だけで、まあ、2試合目から普通のオーダーに戻ったっていうところだけどね。じゃあ、たまに出てね、なかなか打ってないんだけども、でも、優勝できるチームは、なんかそういう選手が働くのよね、不思議に。まあ、今まで俺の野球の経験上は、たまに出ても、こいつがヒット打ったりする。そうすると、またチームに勢いも出るんだけど、まあ、なんとなく終わってしまったかな、一試合って感じだね。だな、伊藤君のもう、ピッチングにつける、まあ、
良くはなかったと思うの。ボールから入るケースも多かったし、まあそういうのを粘り強く投げた結果が7回0点かなっていう気がします。んでまあ5回の中野くんの超ね、スーパープレイ。ファースト投げるかなと思ったらランナーを見てホーム投げてアウトにしたっていう。ここがまあ一番の山場だったのかな。ノーアウト1、3塁がもうゼロだったのでね。この中野くんのプレーが、あれまあ1点取られてもしょうがないプレーだったけども、やっぱりランナーを見てホームに投げたっていうのがもう、まあ打球的にはヒット打球だけどね、やっぱりマウンドの傾斜でちょうど高いところに当たってバンドが跳ねて、ショートのいいベースの上に行ったっていうのも、ついてるったらついてるし、で、打球も早かったのもホームに投げられる一個だったしね、いろんな意味で、この5回は、まあ、伊藤君には、まあ、スーパープレーが出たかなと。ピッチング自体は、まあ、いい時に比べたら、やっぱりボールも多かったし、打たれてはいないけども、そういう、カウントを取る、まあ、フォアボールは出してないんだけども、そういうボールから入ってるケースが多かったんで、まあ、いいとは言えなかったけども、でも、粘り強く、それがピッチングだからね。ランナー出しながらも、ゼロに抑えるっていうのは、これから、どんどん成長していくんじゃないかな。まあ、本当に粘り強く投げた、まあ、伊藤君のピッチングを褒めてやりたいかな。悪いながらもゼロに抑えたと思います。マルテのね、7回のホームラン、やっぱこれがもう本当に効いたと思う。それもノースリーから打ったというのがお見事でした。まあそのボールが来るだろうと言って、まあ見逃したらボール気味だったけども、まあしっかりまっすぐ一本でいった、まあマルテの勝ちかなっていう。まあそこまで行っちゃうとね、後ろはもうしっかりしてるんで、いけるのかなと。なんとかね、やっぱりボール球を振らないっていうのがやっぱり安定してる一番かなと思う。交流戦みたいに、ストライクどんどん投げられてくると、結構打てないケースも多いんだけども、そういうものを一発で仕留めてる。ボール振らないで仕留めてる。だから、いつも言ってるけど、インコース打てないんだけども、そこに投げてこられても、その甘いボールを打ってるとかね。やっぱ外に逃げていくボールが一番打てないんだけども、まあ、セ・リーグのピッチャーはそこへ投げて、バッテリーはそこに投げてこないっていう、そういうのをこうしっかりストライク投げてきたものを打ってるっていう、まあ、サンズはちょっとね、落ちるボール、結構空振りとか今は多いんで、その辺ヒットが出ないのかな、たまに甘いところ来ると出てるけども、まあ、コンスタントに今は出るような気がしないよね。やっぱり今は1番と2番、まあ、中野君がすごい良くなってきたんで、この長打のないバッターが、ヒットが出てるのがちょっと残念。だから点数が入らない一つだと俺的には思ってるのよね。梅野君もまあポンポンヒットは出てき出してるし、でそこでランナーが結構近本とかいる時に打ってないっていうのが残念だね。トップバッターとかそういう時には結構打ってるんだけど、チャンスになった時にまあ今日もサードゴロとそういうアウトが結構多いのにね。まあその辺だね、この点数がビッグにならないのが。やっぱり、まあ、ヒットで出るランナーは出てるんだけども、軸のバッターがそれを返しきれてないっていう。今日で言ったら、まあ、ノーアウト満塁あったんだけども、結局ファールフライ、ファーストファールフライ三振で、まあ、ゼロ。まあ、ここで一本外野フライ打ってれば、追加点取ってれば、逆転はなかったのかなという。まあ、ゲームの流れってなると、そうなってしまうよね。だからまあ、2戦目は伊藤君とマルテの2人のヒーローやね。これはまあベンチの采配だから、今日は良くないと思ったのか、バッター回ってきたから変えたのかは、よくわかんないの。でももう明日ゲームないのもあって、ピッチャー使えるっていうのもあったと思うし、まあでも、まあ見る限りは2点取られたけども、こんなに悪いようなイメージはなかったけども、まあ簡単にね、本当に、まあ打順来たら変えられたんで、俺的にもええと思って見てたんだけど、まあそれらしく、まあ別にめちゃくちゃ悪いとか、めちゃくちゃいいとか、まあ普通の秋山くんかな、まあボール高いのはちょっと若干高かったんだけど、まあその辺くらいで、打たれてるのはやっぱりいつも言うようにスピードがない分高くいくと打たれるっていうのは、まあ阪神のピッチャーの一番の弱いところなんだよね。石君もしっかり。まあ150キロ出るピッチャーだったら反対に高いボールはポップフライになるとか、にアウトになるんだけども、そこまでのスピードがないと。だから結果的になんとかな、その初回とかまっすぐが多かったんだよね。秋山はその140出ない。まあそれでも抑えてたんで、それにちょっとこだわりすぎたのかなっていうのも。まあそれはまあ前半はまっすぐとかね、いろいろ配球の中であるんだけど、
それがちょっと2回に捕まっちゃったのかな、2回で3回か、2点取られた時に、その高くいってる変化球を痛打されて、打たれてるっていうのが出ちゃったのかなっていう、だからベンチから見たら、今日はボール高いなっていうイメージで見てたのかなっていうのも、まあ、低くゴロを出すのが秋山君の特徴だからね、そういうふうに判断したのか。もう俺はまだ勝ってるからね、2点取られても。で、先発ピッチャーをね、それをまあ、3回で変えるのはと思って見てたんだけど、まあ、これはもう、ベンチの采配なんで、俺らが何言ってもしょうがないんで、まあ、結果的にね、後から投げたピッチャーが、まあ、逆転されてしまったっていう結果になっちゃったんだけど、それはなかなかね、全部がゼロに抑えるのも、難しいって言ったら難しいんだけども、でもそこをしのいできたのが阪神のピッチャーだから、だからもっともうチャンスはいっぱいあったにもかかわらず、一本出ないで、まあ、負けたような気がするんだけどね、今日は。やっぱりあそこの、ノーアウト満塁、4番、5番、6番だからね。そこで外野フライも打てないっていうのはちょっと寂しかったけどね。まあな、ゲーム別で言ったら糸井のとこボールなんだけど、今日まあ丹波だったんだけど、インコースは取らない、外は広いで、バッターは本当にピッチャーも返すだったけど、まあ、左バッターのインコースはもうストライクいっぱいあったけど、それストライク言ってくんない。ほんで糸井なんかでも完全ボールって2、3から見逃したのストライク言われて、まあそこまで言われたらバッター本当に俺はピッチャーだけど、かわいそうだなくらいの外れてるボール。もう丹波ももうひどかった。外のね、左の外のストライクゾーンが、ボール1個以上外れてストライクだもんね。それはバッターもう平気で見逃してストライクって言われてもかわいそうったらかわいそうだったけどね。だからそういうところで一本出ないのがこのまあ阪神の1戦目からそうだけども、まあ点数がビッグにならない、大量点が入らないっていうのが今の打線なのかなっていう。まあ佐藤君にしても満塁で三振だしね、ワンアウト満塁だからね。まあマルテがまあファーストゴロ、ファールフライになったんだけど、まあその後のバッターが助けてやんないという場面だけども、もう一番頼りになる3、4、5だからね。あ、4、5、6か。そこでまあ、もう外野にボール飛ばないっていうのはちょっと寂しかったね。何言ったって、まあどんな、だから前も言ったけどね、どんな練習するのか。とかなるし、だからまあ大山なんかでも、まあヒット今日打ったけど、結局その半速球のね、ちょっと外寄りの高いのがヒットで、それ以外は全部振り遅れてるし、前にボール飛んでないし。で、今、結構遅いワンバーみたいなもう迷って振ってるから、もう、なんていうの？迎えに行っちゃうのよね。まあボール、バットが届かないの、この上半身で。だからもう振ってしまう。あれをもう右の足に残しておいて、はい、いらっしゃいって待ってば、あんなボール、空振りなんかしないんだけども、自分から打ちに行ってるから、ああいうボールを届かないようなとこもワンバンを空振りしてしまう。まあ佐藤君にしたら、まあインコースで攻められてまたいいとこ来てんだけども、そこにちょっと 目線がそこに若干来つつあるのかなっていうのが今出てきてるよね。でホームラン打ってる時みたいにあのバットが出てこないんで、まあ空振りかファールしかならんもんね。で、まあ、で、落ちるボール投げられて空振り。まあ、パターン系が、まあ、完全にそのパターンで打ち取られてるんで、だから粘ることできないのよね。大山もそう。もう本当に今打って、チャンスで打つったら、本当に近本君とか、その小柄のバッターの前にランナー出た方がいいのかなっていう気もしないでもないけど。まあ、そこでね、大山とか、佐藤とかが、塁に出ないから、中野、梅野の前に、ランナーがいないから入んないよね。7、8、1、2が一番点数入りそうな気がするんだけど、その前にランナーいたら。3、4、5、6じゃなくて。悪く言えば、近本、糸原、中野、梅野で並んだ方が点数入るのかな、というふうに、悪く言えばね。そうはできないけど。あんまりのバットに当たんなすぎるもん。もう例えば簡単に言ったらね、ダブルプレーのシフトしてたら、ショートゴロ、セカンドゴロを打って、ね、1点取る野球でもいいわけよ。最終的には点数入ればいいわけだから。それはボールが飛ばない、バットに当たらないじゃ、なかなか入んないよね。この3連戦はちょっとそれを感じたね。